皆さん、大の大冒険はやっておりますか？おそらく大の大冒険取り上げるのは最後になるかと思います。まあ言っても今まで5回ぐらいしか取り上げてないからね。で、結局発売してから1ヶ月以上経ったけど、この大の大冒険でどうだったのかっていったところを話していきましょうか。で、当時挙げられていた不満点であったりとか、で、今の Amazon レビューとかメタスコアでどうなってんのっていったところも含めて話していきましょう。まず、当時挙げられていた不満点、まあそれこそ発売してから1週間ぐらいで挙げられていた不満点、そこからですね、この1ヶ月特に変わらずで、で、当時挙げられていた不満点っていうのが具体的にはこちらとなっていると、まあ、ぶっちゃけなんか予算不足で、だからボリュームがなかったっていったところは100歩譲って、まあ仕方ないところはあるっちゃあるけど、まあ予算不足であればね、まあ、なんかそれだったら出すなって感じなんだけど、まあ100歩譲ってまあそこは仕方ないと思いますし、じゃあ他のところでどうなのかっていったところなんですが、ストーリーが紙芝居っていったところ、別になんかこれって工夫の仕様でどうにもなったんじゃないって俺思うんだけどね。まあこういったところがね、不満点として当時挙げられていて、なんで紙芝居になってるのみたいな感じでした。で、あとはまあクリアまで10時間だが、プレイ時間の半分ぐらいムービーといったところで、まあここはその予算との兼ね合いといったところがあるので、まあなんとも言えないところではありますが、ただ限度があるよねっていうお話を。だってこれさ、メインストーリー10時間ぐらいのボリュームしかないのに、で巻きであればね、もっと早くクリアできてしまうので、ただその中でムービーがねかなりの数占められていて、まあ FF16 の再来みたいな感じなんですが、なんかもう映画見てるのかアニメ見てるのか、ないしは合間にゲームをしているのかもはやわからないぐらいですね。まあちょこちょこ紙芝居形式でいろいろ入ってきたりとか、ムービーが入ってきたりとか、なんかもうとにかく突っ込みどころが満載でした。まあ人によってはね、なんだろう、まあゲームをやりたいというか、アニメ形式のそういったシミュレーションゲームがやりたいというニーズの方もね、一定数いるかと思いますので、まあそういった方々からすると、まあ一定数支持はあるのかなとこちらに関しては思いました。ただやっぱり10時間っていうのはさすがに短すぎるから、まあせめてこれ30時間ぐらいは必要だったんじゃないかと思いました。で、あとこれもね、予算不足のせいか、それとも開発者のね、もうなんだろうね、もうめんどくさがって、もう導入するのをやめたのか分かりませんが、 RPG なのに町や村がない、なんかこれすごいよね。なかなかのインパクトというか、そんなことあるっていう。ただ大の大冒険で本当にすごくて、こんなことって今の時代のゲームにあるのっていうことがね、次々と出てくると。しかもそれがね、かなりのレベル感っていうね、まあ、ちょっとやそっとじゃないからさ、どうなってんのこれみたいな、テストプレイちゃんとやったみたいなってレベルなんですよね。いや本当になんか現代のゲームでこんなゲームってなかなかないからさ、正直改めて見てみるとすげえなと思いました。で、あとフィールド探索要素がないといったところで、まあ最近は一本道のゲームとかもあるので、まあここは正直まあゲームの方向性といったところが関係してくるので、なんとも言えないところではありますが、まあ FF16 しかり、まああえて探索要素をなくしているっていったところもあるかもしれませんので、まあここのところは一長一短なところがあるのかなと思いました。で、あと武器や防具もない、まあこれもなかなかひどいよねそんなことある？町や村がなくて武器や防具もなくて、で、ムービーばっかり見るゲームみたいな。やっぱこれ RPG だけど RPG じゃねえよな。一応ジャンル的には RPG なんだろうけど。はい。で、あと素材集めて装備を強化といった要素もないと。で、あとスキルツリー、スキルパネルといった育成要素もなしと。クロコダイル、レオナといった人気キャラは使えないと。で、オンライン要素ももちろんありませんと。まあ、逆にこの状態でオンラインがあればカオスになるからやめてほしいんだけどさ。まあそういった拡張性っていった部分ももちろんございませんと。で、あとここには書かれておりませんが、1ヶ月経って分かったけどさ、まあダウンロードコンテンツ、多分こちらもおそらくないんだろうなっていったところと、あと無料アップデートで、まあ補填されるんじゃないかっていう説が、まあ当時はございました。まあさすがにね、これだけひどいと、無料アップデートで何か変わるだろうっていう予想が立てられておりましたが、ただ無料アップデートも特になく、で、そういった告知もなく、で、おそらくこのまま終わるんだろうなっていう雰囲気がすごい漂っております。で、あとラスボスはさまよう鎧。
まあそんな感じでしょうか。またはそのぶつ切りのエンディングって言ったところで、これはなんか事前に、告知されていた記憶があるから、まあ特に違和感はないんですが、まあそんな感じで、まあ、不満点っていうか、不満じゃなくて、なんでこれないんだろうっていうのがすごい多いですよね。まあ別にこれってさ、スクエニの他の作品では当たり前のように実装されてるからさ、なんで大の大冒険だけこれなくしたんだろうっていったところが単純に疑問ではありますよね。なんかこれってさ、別に予算不足とかっていったところも多少関わってくるかもしれませんが、ただ一方で、そんななんか予算がかかるのかって言われると別にそうでもないと思うから、まあやっぱり単純にこれやる気がなかったのかどうかっていったところと、なんかもう誰が開発したのかって突っ込みたくなるんですが、なんかいろいろね、本当にひどいなと思いました。っていうか、今まで普通に RPG 作れていたのに、なんか本当にね、なんかベンチャーというかスタートアップというか、初めてゲームを作るような会社が作るようなクオリティに仕上がっていて、ただそれでもなかなかこんなゲームってなかなかねえぞって感じなんですが、ただそういったものがね、普通にフルプライスで売られているっていうこの現実よ、非常に恐ろしいというか、何を考えてるんだと思いましたね。はい。ただこれは本当にね、なんかユーザーもブチ切れてる状況でして、まあ、特に Amazon レビューとかもですね、かなり低くなっていて、まさかの1点台っていう。1点台ってさ、Amazon のレビュー見てもらったらわかると思うんですが、まあある程度レビュー数があるゲームで1点台ってさ、本当になかなかないよ。本当になかなかなくて、2点台でもうわ、低ーって感じなんだけど、それをはるかに超える1点台っていうのは、本当にここ最近だと大の大冒険ぐらいしかないんじゃないかな。まあ帰ってきた名探偵ピカチュウも相当やばいとか、クオリティエグすぎる、これひどいわって言われてましたが、それよりはるかにひどい仕上がりになっておりましたから、そういったところを考えると、うわーって感じではありますよね。まあとりあえずね、一旦そのような状況となっております。まあ大の大冒険のゲーム挙げられた不満点、まあ結構ですね、こういった形でたくさんあるんですが、ただね、その他にもね、いろいろありますよ。ただね、一つ救いとしましては、なんかね、グラフィックが地味にいいっていう、なんでそこだけ力入れたっていうか、予算そこね結構かかりそうなところな感じがするけど、ただそれだったらモンスターズ3みたいな、グラフィックで全然問題ないから、なんか RPG 要素、例えばスキルツリー、スキルパネルとかせめてね必要だったんじゃないかなと。でまあ探索はね、まあできなくてもいいけど、なんかね、もうちょっとハリボテを作ってほしいなと思いました。あとフィールドがね若干狭すぎるっていったところとか、なんかもう言ったらキリがないんですが、なんか反省点というか不満点というか、なんでこんな風になっちゃったんだろうっていうのが多いですね。はい。まあそんな感じでございます。まあ、大の大冒険である意味ね、キャラゲーみたいなところがあるので、なんかその鬼滅の刃の一昔前に出たゲームとかも結構やばいって言われておりましたが、ただそれにしてもね、なんかまだあれもね、マシだった記憶があるわ。なので、まあこういった形で大の大冒険不満点っていうか反省点がたくさん上がっておりますので、まあ、ぶつ切れエンドっていったところで、中途半端なところで終わったから、まあそれこそ FF7 の今のリメイクシリーズみたいな感じで、まあ次回作が出る可能性もあるのかなと思ったんですが、まあスクエニのスタンスであったりとか、ユーザーの反応とか見てると、まあ多分もう出ることはないんでしょうね。はい。まあとりあえずね、一旦そのような形となっております。では今日の動画一旦終わりましょうか。まあ改めて見てみるとすごいひどいなと思いましたがいやー、まあね、公式にはちょっと頑張ってほしいなと思いましたね。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。じゃのー。